ここではちょっと県を伏せたけど、今は言っちゃうから言っちゃうけど、高知県の、総県、総県の県は長野県とか県の県ですよ、うん、総県の書記長だった人が、うん、とうとう脱会して、私の動画とか見てね、まあ相当長い時間悩んできたけど、ほんでつい一昨日だか先一昨日、とうとう日蓮聖宗のお寺に来て、で感慨受けて、そして日蓮聖宗のご本尊をお受けしたんです。でその彼がね、なぜまたそういう気持ちになってきたかっていう中には、当然教義的な問題をずっと追求していった時に創価学会が破綻してるってことが気がついたことも大きいけど、なんたってバチがすごいんだって、周りが、自分も含めてですよ。でその彼、まあ、自分がそのどんな転落人生しちゃったかっていうのは、もう1時間半にわたるインタビューでもう収録したから、今後まあ YouTube でアップするし、あんまり悲惨だったんでこっちも全部覚えてないんだけど、周りのね人たちがねなったのを一個一個箇条書きで教えてくれたんですよ。それで、総念部副会長、元学会職員、知らない間に突然死、死因は非公表、年齢は60代後半、尾行、私の仲人になった人ですって。このね、総研書記長の仲人やってくれた人がだよ、仲人さんなのに死んだ時も理由もわからないまんま、うやむやにされてるわけですよ。しかも創価学会の副会長やった人。え、学会の、そう、学会の副会長です。会長の学会全部の会長の次の副会長です、うん、だけど副会長がね、今2、300人いるんです。だから乱発してるんですよ、副会長。もう 副会長のデフレ現象を起こしてるわけ。だから珍しくないんですよ、県のね、田舎の県の大体そこの県庁は大体もう副会長だ、うん、だからまあなんつうの、要はこうたくさん役職与えてその気にさせてるだけのことだ。やめんなよ。そう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 、そういうこと。あんた副会長なのよみたいな。それがだよ、しかもひどいじゃん、この仲人さんってのは普通一番先にそういうことをお知らせされたり、そういう関係でなきゃいけないじゃないですか。それこの本人、この副書記、あ、書記長の方は自分で今回調べてみて分かったっつうのよ。死んでたんだって。何って、何それ。でしかも60代後半ですよ。から次、元県庁、この県庁もそのあれね、知県の県庁、やっぱり学会職員、うつ病を発症し県庁を退任、現在は一切姿を見ない、奥さんは障害者認定。だから総研副書記長、この総研もその高知県の県の副書記長は、政教新聞販売店主、パニック障害で心筋梗塞を発症。それから現の今の総県庁、高知県の県の方の奥さんが、婦人部副本部長がうつ病を発症。それから元県庁、現在の副総県庁、経営する会社が倒産。それから現県庁、県はこのゾーンの県ね、現県庁は破産宣告。元県庁、これもゾーンの方も、現副総県庁は現役県庁時代にうつ病発症、現在は退店状態。そう、退店しちゃってるって。次、副県庁、まあこれ副ゾーン庁って言ったら分かりやすいかな、副ゾーン庁、破産宣告で自宅売却、末期がんで昨年死亡、50代後半。次、副ゾーン庁、末期がんで組織から消える、現在は組織的に伏せているとのこと、50代後半。それからゾーン副書記長、うつ病発症、本部主事、仕事中に鉄骨に足を挟まれ身体障害者認定。副本部長、パニック障害、くも膜下出血、狭心症を発症、最近交通事故を起こし両足を骨折のため長期入院により、個人経営商店を廃業。現支部長、勤務先のお金を横領し首吊り自殺、40代。元男子部ゾーン青年部長、自殺、40代で原因は不明。現地区部長、現ゾーン男子部長、元ゾーン男子部長、脳卒中、重度の椎間板ヘルニア、以前大白蓮華に体験談が紹介されたような人だって。次、婦人部、総研副婦人部長、がん発症、ゾーン副婦人部長、厚生労働省指定難病を発症、県副婦人部長、ゾーン副婦人部長、複数のがんを発症、
この人は長男がアメリカ創価大学を卒業したような人、副本部長、実の母親が引き逃げされ死亡、犯人は未だ不明。次、男子部、総研副青年部長、人身事故、死亡事故を起こして免許取り消し。ゾーン男子部長、選挙終了後突然うつ病を発症。から男子部員、入信後半年で交通事故死、30代。他の男子部員、入信後自宅で心臓麻痺により死亡、30代後半、小学生の子供が2人もいるって。男子部員、入信後1年で心臓麻痺により死亡、20代後半。男子部員2世、奥さんをレイプされた上に殺害される。その後経営していた会社が倒産。女子部、県女子部長、学会職員、うつ病発症後一切姿を見ない。実家が生協販売店をしていた。本人も創価大学卒業って。で、この人、まだまだあるけど、とりあえず今これだけっていう、そういう状況、緊急にアップした。もうね、こんなことがね、だから学会、今まで僕らこういうこと言うと、それはね、その人は末端の会員で、新人しっかりやってなかったからよって言ってた。ふざけんなって。それが同人数だからな。そうそう、そういうことだってあるわよ。このね、居並ぶその中枢幹部たちの話ですよ。